ぬかた大中彦巫子は、危機に伝えられる古墳時代の皇族、王神天皇の子。古事記では、ぬかた大中日清の地、母は、鷹城入姫命、同母兄弟に、大山守王子、巨来新地王子、大原王女、木田王女、仁徳天皇、都道地いらつ子の異母兄にあたる。日本初期巻、第十一によれば、王神天皇亡き後、都道地いらつ子と、 大晦さざいみことが互いに行為を譲り合っている頃、ゼに、ぬかた大中彦みこ、章に、わののとんでも及び、三宅をつかさどらむとして、そのトんデン氏出雲神が、そう、祖、大すくねに言い入れてわく、ゼのとんでンは、本より、山りの地なり、ゼをもって、今われ、章に直らむとす、何時はつかさどるべからずという。わけ、うじかにたけしおすくねは大使にこのことを訴えたが、 何時、ビンチ大晦イソンに軽せとおっしゃられ、オウスクネは大晦イソンにこのことを訴えた。大晦ソンは、和直の祖先であるマロに尋ねたところ、マロの弟のアコカゴが知っていると回答を保留した。この時、アコカゴは韓国へ派遣されていて、留守だった。そこで、大クネに韓国まで行って急いで、アコカゴを連れてくるようにと命じた。 阿古カゴの証言では、捨てに聞きる、巻きむく玉木ぐ行天皇をうたらしひこ村、後の慶光天皇、にかせて和のとんでんを定めしむ。是の時に、直子は、およそ和のとんでんは、ごとに行す、三角公のこといえども、行すに日図は、つかさどること徳字との玉引き。是を、山りの地というは、日図は、和のとんでんは、時の天皇のものである。三角の巫といっても、 天皇の位になければ司さどることはできないと言われました。これを山守りの地というのは間違いです。わけ、宇じかにたけしということであった。そして、大みそさざい村は、女王、アコカゴ本人の口からぬかた大中彦こみ子に伝えさせた。大中彦こみ子、さらにいかにということなし。すなわちその歩きを地示せけれども、許して罪せず。 わけ、宇治谷武ところが、思考して後に、大山守るみこ、ごとに、先帝の、吐いてて立てたまわざることを恨みて、重ねて、税の恨み、ありわけ、宇治谷武し続けて、都道おちいらつことの行為構想劇へと発展して、行くのである。次に、ぬかた大中彦み子の名が現れるのは、大晦さざいみことが、任徳天皇として即位した後の話である。 ゼ戸市、ぬかた大中彦ミ子、統計二両下も、時にミ子、山の上よりもちりで、野の中を、いたマフに、物あり。その形炉のごとし、すなわち死者を、剣して見しむ。帰り来て猛作、岩屋なりとマウス。二両に行かれた。山の上に登って、野の中を見られると、何かものがあり、炉の形であった。死者に調べさせると、帰ってきて、岩屋ですというわけ。 宇治谷武そこで、統計稲城大戦主を呼んで、何の洞窟かと尋ねたところ、氷室ですという返事があった。さらにその用途を聞くと、一条あまり土を掘って、かやをその上に吹き、厚くすすきを敷いて、氷をその上に置いて使うもので、夏を越してもなくならず、暑い月に水酒に浸して用いるものですという、答えだった。巫女はこの氷を御所に献上し、天皇はこれを喜ばれた。 以後、冬になると必ず氷を貯蔵し、春分になって初めて氷を配った、という。なお、この氷室は、演技式の、モンド式には、山和国山部軍とすけ一所とあるもので、山和市には、山田村にあって、氷室の祠は、林村の福住村にあった、という。現在の奈良県天理市福住町にあたる。門戸式によると、九保の氷を奉納するのは、 4月1日から9月30日までとしている。八木三鶴の研究によると、出雲西部と東部とで祭祀する神は異なり、西部は、き月大臣を祭神とする熊野大社に分かれており、前者を東部を支配した出雲国像が信奉した、という。ところが、東部の王軍には、出雲あるいはそれにまつわる地名が存在せず、出雲西部には、出雲軍が存在し、石本忠氏の、 天平11年、小僧院文書書集の、出雲国大税信号歴名帳の研究からも、出雲里における、奈良時代頃の氏族構成が、出雲神、出雲関首、出雲関など、その他の異性が混在していることがわかり、階層文化が進んだ、集落状況を形成していたことが見えてくる。出雲国風土期には、出雲の大川流域の生産性の高さが描かれており、 東西交通の要所でもあったところから、出雲市に一族はこの地を発祥としており、西部から東部へ進出していった。その過程で、大和勢力との衝突が起きたのではないか、としている。岡田山古墳からは、ぬかたべの紳子とおぼしき名の見える鉄塔が出土され、その子孫は、風土記によると、大原軍将領を歴任している。また、初期の該当箇所は、ぬかた大中彦美港。 大山守王子と取り違えていると見ることができるが、ぬかた大中彦美子と大山守王子は母親の同じくする地のつながりの深い兄弟でもある。この箇所の初期の記述には、とん三宅、行など、仁徳天皇時代とは思えない表記があり、三宅の設置は6世紀あたりからというのが定説であるのだが、考古学的な視点からも、 王軍を基盤とした出雲神の祖先となる首長層が大和政権と深く関わり、王権を通じて朝鮮半島と交渉をしていた事実が浮かび上がってくる。王平野における発掘の成果によると、出雲国府跡にある5世紀代の首長巨漢の遺構からは多くの朝鮮半島系の土器が出土されており、同時期に大川の付け替え工事が行われた痕跡も認められる。 その隣には、現在も、あたかよる神社という半島由来の名を残す神社が鎮座している。ありがとうございます。